おい、北の FX、 北の FX、 いいんだな本当に。北の FX がなんか戦争受けるわとか言って、戦争受けるとかいう動画を出してきたん。北の FX が本当にもうこれは最後通告だからな。北の FX 知らんぞ、こうなんぞ。ちなみに言うと、エテのバックにはな、大将が約80人以上の大将がエテのバックにはついてんだからな、北の FX。 知らんぞ、ほんと、エテのバックの大将がな、マジで、これじゃすまんからな、北の FX。 このレベルじゃすまなくなるぞ。それにエテはこう見えて格闘技をたしなんでるから、北の FX。 正直リアルファイトも辞さない。エテは格闘技バトルコンボたしなんでるから、バトルコンボ、あのロシアの、あのバトルコンボやってっから、マジであの本当にこれが北の FX だったら、本当これが北の FX だったら、エテのバトルコンボでマジでこうだよ、こうちょっと待って、こうエテのバトルコンボでね、マジこうなるからな。北の FX。 それでもよかったら、戦争は安室風実況、ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。体にまとわりつく敵、来たのからか。まあ、北の FX とかいうやつがね、なんかわーわー言うとりますが、まあ、あんな雑魚はね、眼中にないんで、はい。もしかしたらね、もうビビっちゃって対決することもなくなってしまうかもしれませんね。完全にビビっちゃってるでしょう、あれは。てなわけで、今回もね、もう北の FX のことはほっといて、いつもの大人気企画のガンダム1機売却シリーズやっていきます。よろしくお願いします。はい、本日使用する、モビルスーツはこちらですね。ディッチ。こちらはもう皆さんご存知、僕の愛機の一つですね。リックディアスをベースに、あ、失礼しました。もう一度やり直させてください。本日使用するガンダムはこちらです。リックディアスをベースに開発されたモビルスーツ、旧ジオン系の技術者に参加したとされ、背中セブに2つある、とにかくこちらの、ガンダムはもうね、使い慣れた機体の1機なので、もうね、まあ一応ね、雑魚とは言いましたが、北の FX もね、まあそれなりにはやると思うので、もしかしたらね、こいつが、
対決のキーマンになるかもしれないんで、こいつでしっかりね、20分戦い抜いて、そしてジンクスをつけてね、北のぶっころでいきましょう。はい。そして万が一ね、今回も宇宙になった場合は、こちらのフルアーマーガンダム TV を使用いたします。こちらのガンダムは非常に変わっておりまして、ですね、モードチェンジが可能となっております。プロテクトモードというものが存在します。すべての非ダメージが 65% 減少、修理パック以外のアーマー回復量 65% 減少、機体移動速度 30% 上昇、武器タイプのシールドで発揮されるガード効果は得られません、だそうです。はい。ちょっとね、文字が多すぎて何言ってるか分かりませんが、とにかくなんか 60% 上昇する系のガンダムです。こちら武装はね、2連装ビームライフルノーマル、そして大型ビームキャノン F、 あとは5連装ワンブミサイルランチャーです。はい。まあ、今回はね、一応地上でやりたいんでね、でガンダム、こっちのガンダムの方でよろしくお願いします。では、参戦いたします。いきます。本日のマップはテキサスコロニーになっております。こっちでガンダムの方です。はい。もうね、テキサスコロニーといえばエテポンゲといえばテキサスコロニー、もうそうね、言われてるような気がします。もうここはね、ほんと慣れ親しんだマップなんで、もう旧配置の時からもうずっとね、ここの戦場を繰り返し、時にはなんでこんなガンダムオンラインのゲームずっと毎日デイリーを消化とか言って毎日繰り返してやってるんだろうと思うこともあった。しかしながら何も諦めずにずっと上達を目指して一緒に育んできたこのテキサスコロニー、今回できっちり、このガンダム1機売却シリーズに終ピリオドと書いて終止符を打ちたいと思います。よろしくお願いします。作戦といたしましては今回 今回武装なんですが、ビームライフル H、 そしてクレイバズーカ F 型と格闘クロップのプログラムの投げ刃なんで、今日投げ刃を持たしてきていますので、3番で、戦うのをメインに、立ち回ろうと思います。3を中心に戦っていきます。まあ、3を死守するということは勝利にもつながりますので、やはり3をずっと維持することにより、コンテナ回収もできるし、そこから起点としてね、新たな攻め方がね、一気に全然違ってくるんで、ここを踏んでるか踏んでないかで。なので私は今日3番のヒーローになろうと思います。 AX だそうです。どうやら指示が出ていましたね。 AX、今までの、下りはなかったことにしてください。しっかりね、こういうとこはもう仲間意識しっかりしていこう。一人だけね、なんか違う行動を取るみたいなことは絶対にしてはいけない。空気読めない、そんな実況者にはなりたくないからね。空気だけは読める。唯一敵の行動は読めないけども、空気だけは読める、そんな実況者でありたい。やはりこの機体は非常に危ない。この機体はね、優秀ホバー移動の、優秀な機体
もう百式にもね余裕で追いつけちゃうし、拠点も踏めちゃいますね。この速さなら余裕で踏めちゃいますね。よし、この流れのまんま一気に X 壊してもう終わらしちゃおうぜ。マジで、お、マジでこれめっちゃ通るんじゃない、これ拠点突。わあ、これおしょしょ、ちょっとあの補給艦湧きましたが関係ねえ、そんなの。突行こう、突行こう、チャンスだこれは。できるだけ近づいて、できるだけ近づいてね、近づいて近づいて、ブーストを回復させながら。防衛湧いたけども、ここで一気に回復させて飛ぶ。そして距離に入ったら撃つ、撃つ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 、マンジ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 、うわぁ、しゃ削れ削れ。しまった、一騎士ば、一騎シリーズだった、これ一騎シリーズのやつじゃん、これ普通にやっちゃダメじゃん、これ何やってるんマジ。まだ終わってない、ちょっと待って、なんか S サバのなんか、ちょっと待ってくれよこいつ、誰だこのエテポゲンって、なんでこいつ、ちょっとエテポゲンってなんだこれ、誰だ誰だお前。トゥントゥントゥ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 、おやつがターゲット、つるんやつがいる。フラッシュバックに。